はい、どうもこちらです。ライカ M 用の交換レンズです。綺麗ですね。M マウントのズミクロン 90mm の F2 です。キャップも純正のがついてますが、ちょっと傷あります。ただこれ純正です。181万台、1960年と言いますので、もう55年前のものには見えませんね。綺麗です。三脚座も、まあ、ちょいすれぐらいです。引き出し式、フードなども綺麗。ここにちょっと傷がありますが、それ以外は、ちょっと文句のつけようがない。ここにちょっとする。注意するがありますが、まあいいでしょう。綺麗だと思います。絞りの動作、またこの時代はいいですね。作りがあとヘリコイドですね。ヘリコイドもスムーズ、絞りも綺麗です。これはヘッドが外れます。ヘッド外してビゾですね。ビゾ用のアダプターつけるとビゾ2で使えます。でレンズも、まあ、このように普通に見たぐらいでしたらスカッと綺麗ですが、まあ、多分ペンライトで見ると多少の汚れですね、表面のカビ跡ですかね、ポツポツポツとは多少は見えます。ただこのように抜けてます。ホコリも入ってますけどね、まあ、かなり綺麗な方だと思います。古いレンズの割にはいけてると思います。まあ、大体古いレンズはこう強いペンライト LED で見ますと、なんか白くなってしまうんですけど、これはスカッとしてます。あとたまにあります、コーティングを剥がしてきれいにしたのもありますが、これはいいですね。大丈夫です。本当いいですね。引き出しのフードもまだまだしっかりしてます。きれいです。で外観はここですね。この傷というか、まあ、当たりですね。以外は、この小当たり以外は全く問題ないです。もちろん動作には問題ないですし、ヘリコイドもスムーズですね。いいと思います。90-2、もうこれ明らかにシャープでした。デジカメでライブビューで見ていても、もうピントがいいのが分かります。絞りも全く問題なく綺麗です。本当備品だと思いますが、まあ、多少はありますのでご了承ください。